お世話になっております、マサルです。今回はログについて一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まずログとは何か概要をお話しします。その後にログ取得時に気をつけることについてお話しします。それでは始めていきましょう。ログとはシステムの動作を記録したものです。システムを安定して運用するためには日頃からログを取得し、定期的に確認する必要があります。ログは各機器で生成されるんですが、各機器の内部に保存するだけでは不都合なログが消されてしまったり、システムの不具合や記録領域の超過でログが消えてしまう可能性があります。そこで各機器で生成したログをログサーバーに集めて一元管理をすることで、セキュアにログを管理することができます。ログを一元管理することでログが消えてしまう可能性がなくなり、管理者もログの管理がしやすくなります。さらにログを管理することで得られるメリットとして、ユーザーに対してログを取得し監視していることを周知すると内部不正の防止も期待できます。ログを取られていると思うとユーザーも利用が慎重になりますからね。次にログ取得時の注意点についてお話します。ログは必要十分な量を取得することが大切です。必要以上にログを取得してしまうとログ解析に時間が必要になり、本当に必要なログを見逃してしまう可能性もあります。さらに監視対象の機器は NTP を利用して時刻同期をしておくことが大切です。各機器の時刻がずれている場合は時系列に合わせた正しいログの解析ができなくなってしまいます。しっかり NTP を使って時刻同期をするようにしましょう。またプロキシサーバーを利用した環境のログの取得時にも注意が必要です。例えばリバースプロキシサーバーがウェブサーバーの通信を代理している環境の場合、この環境でウェブサーバーのアクセスログを取得したとします。ウェブサーバーのログの送信元 IP アドレスはすべてリバースプロキシサーバーの IP アドレスになります。本来の送信元 IP アドレス、つまりクライアントの IP アドレスはログに残りません。本来のクライアントの IP アドレスを残したい場合は X-Forwarded4 の設定を行います。 X-Forwarded4 という HTTP ヘッダーフィールドを使って元々のクライアントの送信元 IP アドレスを記録できるようにしておきます。このようにしておけば Web サーバーのログで元々のクライアントの IP アドレスを確認することができます。利用環境に応じて求めているログの取得ができるようにしてあげる必要があるので、そこも注意しておきましょう。以上、今回はログについて一緒に勉強しました。最後に少しだけお知らせです。情報処理安全確保支援士をテーマにした本動画シリーズが書籍になります。発売日は2023年9月26日、全国書店にて発売です。通信販売、電子書籍での発売もあります。詳しくは概要欄をご覧ください。書籍ができたのも動画を見てくださる視聴者の皆様のおかげです。本当にありがとうございます。これからも頑張って皆さんのお役に立てる動画を作っていきますので、応援よろしくお願いいたします。それではおまけトークです。今回の動画では、ログはシステムの動作を記録したものとお伝えしました。もちろん皆さんが普段使っている PC もログを記録しています。 Windows の場合、イベントビューアーを使ってログを確認することができます。このログの情報を見ることで、いつどんな動作をしたのか確認することができます。私は勝手にパソコンがシャットダウンした時に、このイベントビューアーを見て何が起きて勝手にシャットダウンをしてしまったのかを調べたりします。すると大抵の場合は PC が熱暴走を起こしてしまって、温度が上がりすぎてシャットダウンしていることが多いです。パソコンさん、いつもハードな使い方をしてごめんなさい。皆さんも自分の使っているパソコンがどんなログを作っているのか見てみると面白いと思いますので、ぜひやってみてください。それでは今回も動画ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。